こんにちは、日光富士です。奥日光の高徳園地に来ています。今日は、クロスカントリースキーに挑戦したいと思います。ご紹介します。私の大先輩で大親友のペンショントロールの森のオーナー渡辺さんです。今日は一日よろしくお願いします。クロスカントリースキーなんですけど、はい、今日私実は2回目なんですね、はいはい、ちょっとドキドキなんですけど、はい、ゲレンデスキーとの違い簡単に教えていただいていいですか。じゃあちょっと実際ものを見ていただいて、はい、まずゲレンデスキーより少し長め、はいはい、それからゲレンデスキーはこう口にエッジがありますけども、クロスカントリースキーというのはエッジがありません、はいはい、それからゲレンデスキーというのは全くこうペタッとこうしてますけども、こういうふうにちょっとこう反りがあるんですね、はいはい、それからこの反りの部分にここにこう鱗状のカットがしてあります。そうですね、デコボコしてますね、はい、ちょっとね、雪面にくっついた時に歩きやすくなる。それからブーツが全く違います。歩く道具なのでかかとが完全に上がります。ゲレンデのスキーのブーツのみたいにこうガチッと、ね、かかとまでこう固定されるっていうことがありません、はい、雪の上を楽に歩く道具と思っていただければ、はい、はい、じゃあ早速ですねチャレンジしてみたいと思います。じゃあ履き方から、はい、すいません教えてください、はい、お願いします、 お願いします。とこういうふうに、はい、靴の裏がこういうふうに2本の溝があって、この先にピンがついています、はいはい、で、板と靴がくっつくのはこのピン1本だけです。つま先ですね、はい、板のここの細い溝のところがピンが入る場所になっているので、はい、ここにこういうふうに靴をまず合わせていただいて、これでちょっとこう力を入れながら、はい、今パチンって言いましたよね、はい、これで履けました、はい、同じように反対側もここに合わせてこれですね、はいはいはい、それから外すときはここの部分をポールでグッと押すと取れます、はいはいはい、完全にこうかかとが上がる状態になりますので、こういう状態で安全装置とか特に何もありませんから転んでも板は外れませんが、ただこういうふうに靴も柔らかくてかかとも上がるので、はい、そんなに危険はまずないですね、はいはいはい、こんな感じです、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ歩き方の基本を簡単に説明します。今板を履いている状態です。こういうふうに完全にかかとが上がります。普通に歩く動作と基本的には一緒です。前に出した足に重心を上手に移動してください。後ろの足が自然にかかとがこういうふうに上がってる。次に出す前の足に重心を移動する。そうすると後ろの足にかかとが上がって、前に前にこういうふうに重心を移動する動作を繰り返してください。すり足ですね。気持ち前傾姿勢、ゆっくりしてやってみるとこんな感じ、こんな感じ、はい、で腕は歩くときと一緒、反対側の腕を普通に振っていただければ大前に重心をかけて、あ、歩く歩く歩ける歩ける、すり足でね、前傾ですね、こう体を気持ち前に倒して、はい、そうそうそう、そあ、いけるいけるいける、あ、いけるいける、あ、いい感じ、あ、いいですね、いい感じいい感じ。今度緩い下りなんでもっとよく滑ると思います。怖い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 、でも怖い怖い怖い。いい感じいい感じ。うわ、怖っ、
今私たちがいるのは高徳の園地です、はい、基本的に国立公園の中なので、はい、ルートからそれないで、こういう園地以外の場所はちゃんとルートに沿ってね、はい、皆さん歩くように、で、まあ、勝手にこう森の中に入ったり、湿原の中に入ったりも絶対にしないように、はい、それだけ皆さん気をつけて遊んでいただければと思います、はいはい、今日の雪のコンディションは凍ってます。そうですね、ちょっとカリカリですね、場所によってね、はい、ですから難しいコンディションだと思います、はい、下りが一番やっぱりね怖いですね、難しいので、しっかり板に乗ってと、あまりもうコントロールしようとしないで、フリーの森の中だと、うまくコース取りをね考えながら滑る方が、賢い滑り方、いろいろ転げてみると分かると思います、はい、少し慣れてきましたけど、いや、クロスカントリー結構怖いです。はい、じゃあこれからお昼食べます。お腹すきました。お腹すいた、いただきます。はい、お昼を食べ終えたので移動します。いや、あったかいですね今日はね。はい、戻ってきました。いや、3時間程度のレッスンだったんですけど、いや、なかなか難しかったです。お疲れ様です。ありがとうございました。いや、もう とても優秀な生徒さんで、はい、バランスがいいですよね。あ、よかったです。とてもバランス良かったと。でもね、はい、やっぱりスピードが出るとちょっとね、板が細いので難しかったです。怖かったです。今日私も2回目のクロスカントリー、とっても楽しかったんですけども、これからですね、クロスカントリー初めて見たいとか、また日光のこの高徳エリアですね、来てみたいという方に渡辺さんの方から一言、はい、クロスカントリースキーに適したこう緩やかな起伏のある森が、この奥日光ってのはとても広がってまして、はい、まあ、本当に北海道並みの環境が、実はここはあるところです。もう東京から2時間でね、はい、冬の北海道に来たと、ね、思っていただいて大丈夫、はい、でクロスカントリースキーの歴史もところとてもこう古い場所なので、はい、
まあ、ここ江東区にあるアストリアホテルさんでもスキーのレンタルが受けられますし、はい、観光施設、はい、それから公共の事業所さんでもね、はい、クロスカントリースキーのレンタルをやってるところもありますので、はい、初めてね、黒川に挑戦してみたいって方にはもう本当にいい場所、そうです、ね、だと思いますので、はい、ぜひ皆さんね、遊びに来てほしいと思います、はいはい、トロールの森さんでもレッスンツアーやりますんで、体験ツアーやっておりますので、ご希望の際はお申し込みください、はい、とっても楽しかったです。お疲れ様でした。はい。